こんにちは、レスです。今回ですね、肘下がり、手投げを防ぐためのテイクバックの方法3選、こちらについてお伝えしていきたいと思います。やっぱり以前ですね、インスタグラムだったりとか YouTube の方でそのアンケートを募集したんですけど、やっぱりどうしても肘が下がってしまうとか、力んでしまうとか、手投げになってしまう、こういったところのですね、悩みの相談がめちゃくちゃ多いんですね。そう、なので今回はですね、特にそのテイクバック、その力みだったりとか手投げ、リップスにつながりやすい原因の一つであるテイクバックについて解説をしていきたいと思います。で、今回ですね、その方法を3つお伝えしていくんですけれども、しっかりと今回の内容を見ていただくことで、自分に合うテイクバックはどれなのかなっていうのイメージがつくようになります。もう人それぞれ体は違いますし、フォームも違ってきます。そう、人によって使い方は変わるんですね。そう、その中でですね、自分の場合はこれが合いそうだなっていうのがしっかりと確かめることができます。人によっていろんな話をしてるじゃないですか。テイクバックはこういう風にやった方がいいとか。そう、で、パターンがいくつかあるんですね。そう、パターンがいくつかあるので、それを一点試していただいて、じゃあ自分の場合はどれが合いそうかなっていうのを試してほしいです。そう、いろんな動画一本一本見るの大変じゃないですか。そう、なので今回はその3つまとめて解説をしていきたいと思いますので、実際に今回一緒にやっていければと思います。そう、OK ですね。はい、じゃあ実際にですね、やっていこうと思うんですけども、じゃあテイクバック、めちゃくちゃ大事なのは何かっていうところですね。テイクバックって何かっていうと、しっかりと、肘が上がることですね。当たり前のような話なんですけど、肘が上がることが大事です。そう、あとは肩甲骨がしっかりと動いているっていうのがめちゃくちゃ大事なんですね。そう、なのでよく多いのは、肩甲骨を使うってなった時に、横にこうやって引いてしまうパターン。そう、横に引いてしまうパターンですね。そう、こういうふうに。胸をつく、肩甲骨を使うというのは胸が張ることだみたいなイメージがあると思うんですけど、この状態だと肩甲骨って全然動かないですね。そう、肩甲骨って全然動かないです。そう、なのでしっかりと肩甲骨の動きを考えた上でのテイクバックっていうのを今回解説していきますので、実際に試してみていただけたらと思います。もしですね、ご自宅だったりとかで見ていらっしゃる方はですね、実際にシャドウですね、これ動画見ながら、シャドウで一緒にリアルタイムで試しながら、実践してみて、確認してみていただけたらと思います。OK ですかね。めちゃくちゃ重要です。OK ですかね。というような内容なので、しっかり進めていきたいと思います。OK ですかね。はい。で、まずテイクバック。テイクバックに関してですね、じゃあ、まず3つ、大まかに分けていきましょう。パターンとしては3つあります。そう。例えば、向こう側に投げるとき、向こう側に投げるときに、腕の動かし方っていうのは3パターンあるんですね。3パターンあります。そう。大きく分けて。もちろん細かい使い方ってなどもいろいろあるんですけど、それはまたちょっと別の機会に解説していきたいと思います。で、大事なのはですね、この肩のラインあるじゃないですか、その横。例えばピッチャーで言うと、セカンドベース、キャッチャーのこのフォームのこの直線上、そう、肩の真横のライン。ここの真横のラインより前で上げるか、真横のその直線上で上げるか、後ろで上げるか、そう、ここがめちゃくちゃ分かれるんですね。そう、人によって違います。例えば、肩甲骨だったりとか、肋骨の柔軟性だったりとか、肩を怪我してるかどうかだったりとか、そう、首に力が入りやすいかどうか。なので、公式 LINE とかでは、個別で動画を送っていただいて、じゃあ、あなたの場合、ちょっとこれ試してみてくださいね、っていう話をしているんですけれども、もしご希望がある方は、動画概要欄とか、動画を送ってもらえればと思うんですけど、ちょっとお時間いただくんですけど、ちゃんと僕が、無料なんですけど、返信をさせていただくので。はい。で、そこはちょっと置いといて、そう。肩甲骨の使い方ってテイクバックに3種類あって、前と真横と後ろっていうのがありますもん。そう。で、そこについて解説をしていきたいと思います。では、実際にちょっと解説していきたいと思うんですけど、その前のパターンですね。そう、体より前で上げるパターンは、しっかりと肩甲骨面上で上げましょう。そう。スキャプラプレーって聞いたことありますかね。肩甲骨面上って話なんですけど、そう、肩甲骨ですね。肩甲骨は、ここについてると思うんですけど、本来ですね、こうやって真横にこうやってついてるんじゃなくて、ちょっと前。ちょっとここよりこうではなくて、ちょっと前気味についてます。そう。そういうふうな体の形状なんですね、そもそもが。そう。なんですけども、肩甲骨こうやって前に向いてる状態で、腕がこういうふうに、横にこうやって動いてしまうと、肩甲骨のこの斜めのラインと、腕がこうやって真横にこっちになると、このラインとずれちゃうんですね。そう、ずれちゃうと、骨が動いてしまって、そう、動かしづらい状態。結局、詰まったりとか、引っ張られたりとか、張りができる状態になっちゃうんですね。そう、胸の張りって聞くとすごい聞こえはいいんですけど、筋肉が突っ張ってる状態なんで動かしづらくなるんですよ。そう、わかりますか？だからテイクバックの時はそれ作る必要がないんですよね。そう、こうトップ作った状態、体が回ってくるから胸の張りができるだけで、テイクバックの時から胸の張り作る必要ないんですよ。胸が張ってるとか突っ張ってる状態なんで硬くなるんですよね。そう、なのでしっかりとテイクバックの時はその力みを抑えたいんですよ。そう、
ってなった時にちょっと肩甲骨がこうやって前に向いてます。そう、前に向いてるね、この前のライン。そう。で、どこのポジションかっていうと、頭の後ろに手が出てください。で、真横ですよね。そう、あなたのこれ見ていただいても、まっすぐです。ここ90度になります、この角度。で、その間が45度になるので、この真横から45度。そう。で、しっかりとここで肘伸ばすと、まあ、ここはリリースポイントって話になるんですけど、そう。で、リリースポイントになるってことは、その時腕が振りやすいポジションなんですね、この斜めのライン。そう。なので、ここの斜めのライン、ここの斜めのラインは引っかからないんですよ。アウターマッスルも緩んで、インナーマッスルが一番働くポジションなんで。だから、インナーマッスルの取りに、ここの角度でやってほしいんですけどね。まあ、そこは置いといて。そう。なので、ここの斜めのライン、ちょっと、斜め45度。ここのラインで、腕を上げると肘って勝手に上がるんですよ。わかります？このラインで肘こうやって上がってくると普通に上げるだけでも上がってきます。別にこっち側から上げたとしてもしっかりと上がってきます。そう、だからここの状態で体を回してゼロポジションで投げるんですね。ゼロポジションって一番肩の、まあ、なく負担が少ない投げ方です。そう、リリースポイントのことです。そう。で、前のパターンはその斜め45度の肩甲骨面上、スキャプラプレーン上っていうんですけど、そこのラインでしっかりと投げるっていうのがポイント。そう。で、真横のパターンですね。真横のパターンは、よく陥りがちなのが、後ろもそうなんですけど、肘からこうやって上がってきちゃうパターン。そう。こっちの前の場合は、肘から上がってきてもスッてこうやって上がりやすいんですけど、肩甲骨のラインが若干ずれてくるので、こういう風に上げてしまうと、肩詰まってこれ以上上がんないです。そう。こっちだったら、こうやって上がるんですけど、こっちだと、すげえ窮屈なの分かりますよ。詰まってる。そう。浮力ですよ。そう。これできるんですね。そう。この状態だと難しいので、肘から上げると大変です。なので、まあ、他の動画でもお伝えしました、前腕ですね、この肘と手首の間、ここが平行な状態だったら上がります。そう、平行な状態だと肘上がるんですね。そう。しっかり上がってきます。なので、その真横で上げるパターンの場合は、しっかりとここが平行になった状態で上げていきましょう。っていうのがポイント。OK ですかね。そう。で、後ろの場合ですね、結構難易度上がります。そう、難易度上がるんですけど、しっかりと体を連動させやすいです。そう。何かというと、肩甲骨がしっかりと動いてないといけないですね。そう。しっかりと、これだと肩だけの動きなんですよ、多くの人は。しっかりと肩だけの動き。そう。肩だけの動きなので、しっかりと、ここまでしっかりと後ろで上げたい場合ですね、肩甲骨がしっかりと動いてあげる必要があります。そう。肩甲骨がしっかりと動いてあげる。そう。その時にしっかりと肩ではなくてしっかりと肩甲骨から動く意識を持つ、こう、そう、肩甲骨から動いた状態で、なおかつプラスでしっかりとこの時は股関節しっかりと回してあげましょう。そう、股関節しっかりと軸足の方をこうやって回してあげると、後ろにこうやって上げたとしてもしっかりと肘上がってきます。そう、これ肩だけでこうやっていくんじゃなくて、この肩甲骨、ちょっと背中、こっち寄せながら下げながら回していくようなイメージです。そう、回していって、そう、軸足のこうやってねじりながら動かして、そうすると肘が上がってきます。そう。例えば前だったら、このスケープラプレーン上で上げれば肘上がるし、こっち横だったらこうやって上げるのも大変ですけど、ここは平行になっていると肘が上がる。そう、後ろの場合、しっかりと股関節をねじりながら、肩甲骨回しながら動かしてあげると肘が上がってきます。ここまでしっかりと上がると体を回すべきでボールを投げるってことにつながるので、力みなくボールを投げることができますし、イップスに悩んでる方だったりとか肩肘痛みやすい、こういった方にですね、めちゃくちゃ効く投げになってます。なので今回お伝えした3つのですね、テイクバックの方法をですね、実際にご自身で試していただいて、自分の場合はどれがちょっとパターンとして良さそうだなっていうのを自分で確かめてみてください。そう。で、実際に試してみていただいて、実際にシャドウだったりとかネットスを壁で、まあ、キャッチボールだったりとかにつなげていっていただけたらと思います。 OK ですかね。はい。では今回のまとめとしました、テイクバックに大きく分けて、まあ、3つの種類分けがあります。それは肩の前で、体の前で上げるパターンと、真横で上げるパターン、あと後ろの方で上げるパターン、それぞれにおいて意識するポイントだったりとか注意点が変わってきます。なので、まずは実際にご自身で試してみていただいて、まあ合わないかなっていうのは試してみていただけたらと思います。もしですね、まあ実際に試してみていただいて、本当にちょっと再現できてるのかな、まあ合ってるのかどうかわかんないっていう方に関してはですね、まあ動画概要欄の方から、まあ僕の公式 LINE があるんですね。まあその LINE の会社が作ってるちゃんとした有料で僕がお金払いながら使っているセキュリティ面は特に問題ね、公式 LINE っていうものがあります。で、そこでは先着人数限定なんですけど、まあそのアドバイスと、まあ練習メニューの方もお渡しさせていただいております。で、これはですね、まあ僕が本を出版した方とか、
こう野球教室開くためのちょっと実績が欲しいですね。信用してもらったり僕のこと知ってもらうっていうのが必要になってくるので、そうなのでそのためにやってるので、まあ、ぜひですね、まあ、僕のためにもなりますしあなたのためにもなると思いますので、ぜひですね気軽にちょっと当てるのかどうかわかんない、じゃあ実際にちょっと見てほしいなって方に関してはですね、ぜひ気軽にご連絡をいただけたらと思います。まあ、スタンプをしていただけたら、あの、僕ので返信させていただきますので。はい、OK ですね。まあ、そこも、あなたのためにも、まあ、使っていただけたらと思います。はい、今回はこれで以上になります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。